はい、というわけで、シナリオ、埋めてまいりました。この通りです。オール S にしまして、で、スキマログも全部出たんで、やっていきたいと思います。俺が取り逃してたデータベースも、なんか結構特殊なやつだったみたいで、一応、こうなりまして。で、なんか、スキマログ見ないと最後のデータベース出ないみたいなんで、見たら、まとめて、データベース、網羅していこうかと。17か。17だと、どうしようかな。6回ずつに分けるの。まあいいや。とりあえず時間見てやろう。やりましょう。エピソード1。新郎滅却すれば、後も待たずし。そう。バッドエンドも全部見たんですけど、一番すごかったのが、課長と結婚するエンディングがあって、あ、凄まじかった。一番怖かったの、このゲームで。問題児。さきちゃんか。その前、とくらか。全員行方知れず。まあ、一人は、ブラインドマン事件。まあなあ。そうか、まあ、中を知らないからな。なるほどね。背中。危険度が2倍どころ。まあ。こんな感じだもんな。ああ、こういう感じなのか。まあ、それはあるかもな。さすがにでも課長への態度じゃないよな。 普通に考えると。気持ちはわからんでもないが。もうネットを。ことすら。一体何があったのかと。僕はハゲてません。 いい性格してるよ。もう手遅れなの。お、かわいい。サジは投げ、サイは投げられたじゃないの。サジを投げる、諦めの時に使う言葉か。責任転嫁、早くも。
さっきかわいいな、やっぱ。うん。大人っぽくなったよな。あって、それで終わり？じゃあ次行きますか。あ、いきなり王子じゃないですか。暗躍。行ってみましょう。王子様ですよ。トレンチコートの女の実験。あー、なるほど。雨宮塔子。雨宮だっけ？うん。うん。すごいんよな。うん。やっぱ罰ゲームっていう漫画を思い出すわ。狂っちゃったんだろうな。うん。どっかで。どっかでつうか。うん。確かに。えっさ。あれがでもまあ良かったんだろうな。うん。哀れな子羊。オカルトの最後なんかひどかったとかんな。うん。ダース単位で。ですか。リセッチ。うん。あの二人。やっぱそうか。参加者。組織の意向。何を企んでるんだ、上は。なるほどね。なるほど、ブラインドマン事件もその一環だったと。うん。うん。なるほど。なるほど。
こういう感じだったんですね、裏では。雨宮とか雨宮もまあいいや、どっちでも、どっちだっけ、試合後この視点気になるな。真っ先に、ああ、すごい、なんか何でもないことだったんだろうな。うん、何でもないことがきっかけでなんかこんな執着するようになってしまったんだろうな。はあ、ノンシリコン。さすが乙女。王子か。愛を、そうか、そういう考えなんだな。一体本当に何なんだろうな、どこだったんだろうな。恋は盲目ってやつかな。ビルから飛び降りても平気。ああ、そのまんまだから飛び降りて高速で去っていったんだろうな、やっぱあれは。バッドエンドすごかったな。メンヘラですな。メンヘラってかもう常軌を逸しているな。都市伝説。
コピー人間。自分の命すら依存してる感じか。試練的な、そうだよな、ものだと、なんかもうよくまともじゃないからこそなんだろうな、なるほどでした。1話2話、おマサさんだ。高潔正臣の見解2話、半分こですね。これって発砲事件の、あ、それでもあれか、4話か、あれは。アイゼン。まあな。これほんと3出てほしいっすね。3出てこの、なんだろう、4人組になった続きがちょっと見てみたいっすよね。まだでも、また別の人たち、いやでもそんなことないっけよな。結構なんか伏線が結構多く残ってる気がするから、正反対か。そうだね、真剣だもんな。お茶か。そっか、さっきもお茶出してたもんな。であれか、非番の日には前みたいに調べに行ってたんだろうな。巡査長。まあまあまあ、お互い様っつうか。お燃えてるな。いいんじゃないか、ある意味やる気に火がついてるね。相乗効果というか。この下りとかも日本酒いける口か。なんかあるんだろうな、その辺は。なんとなくわかる気はするけど。
ドツボか。かっこいい。マサオミかっけえ。よくできてんな。うん、いいコンビだよね、こっちも。儀式の失敗。出たー、みこし。みこしかわいいな、やっぱ。うん、行きましょう。儀式の失敗。1週間ほど前の話。永遠に一つ。お姉ちゃんが死んじゃったのは何が原因だったんだろう。病気とかなのかな。うん。恐怖で震え上がった。だって入試って言ったらもう小学校低学年とかじゃん。うわー、このゲームの女の子たちは本当に狂気に満ちている。一つだけを。双子の手術。科学がダメなら、そういうことか。もうあれなのか、そういうことか。儀式のために一旦殺したみたいな感じなのか。いくたつ一つになれるって信じて。うん、荒唐無稽だな。バホメット大先生か。あ、まだ続くのか。心臓持っていっちゃった。悪魔がお姉ちゃんの心臓、その一番大事なところはの後か。
どっちだ。揃えなきゃだもんな。一回確認した。あー続きか、行こうか。あーここかー、土にか。オカルトの方か。あーいいやつ、そうだったやつ。うん、新しいお姉ちゃん。じゃじゃん。そこが気になる。すごい、謝る理由もすごい。この笑顔なんかあれだな、ベクシンスキーの絵の首だけ浮いてる女の絵に似てるわ。似てるっつうか、雰囲気がなんか。あれすげえかったかな、初めて見た時の衝撃。わお、すげえ。なるほど。
こんな感じだったんですか。姉妹愛というか、なんというか、うん、まあ、ゼロのね、赤い蝶も、いや、全然違うな、うん。というわけで、一旦切りますか。すごかったっすね。なるほど、なるほど。